はい、こんにちは、こんばんは。今日はですね、中古で購入したマザーボード、まあ、こちらがね、画面が出ない、まあ、という時にね、私がどんなことをやったか、これをお話ししていこうと思います。まあ、というのもね、先日サブ PC を、まあ、アップグレードしたんですけども、まあ、これがなかなかね、マザーボードがうまく機能しないということでね、苦労したんで、その時やったことをね、ちょっと再確認ということでね、動画にしていこうと思います。まず最初にね、やるのはもう定番ですけども、 CMOS のクリアということになりますね。こちらにまあ、コンセントをまず抜いて電源外しておいてからですね、このボタン電池、こちらをまず、取り外します。まあ、ドライバーなんかでねやると簡単に取れます。で、あとはマザーボードにCMOS クリアというねピンがまあ、必ずついてると思うんですけど、こちらのマザーボードはまあ、こういう形で3つのピンがあって、このうちこれを1つずらしてやると、CMOS のクリアができます。これジャンパーピンをね1個ずらしてやると、でまあしばらく待ってやれば、まあ、CMOS がクリアになると。でまあこれ終わったらまた元に戻すんですけども、でまあジャンパーピンがねこれがないっていう時は、こういう形でピンセットになってるんでね、こうつまんでやっても、CMOS のクリアは可能です。それからもう一つ CMOS をクリアする方法としては、このボタン電池のところですね、こちら、まあ、プラスとマイナス端子があるんですけども、これをこうピンセットなどでね結んでやると、まあ、これでもねCMOS のクリアができますのでね、まあ、大体このどちらかで、CMOS のクリアをまずやります。で、まあ、それで映ればね、一番いいんですけども、まあ、これでもダメだというときはね、まずは、エアダスターなのでね、メモリの、ソケットなんかをね、シューッとこう、吹きつけて掃除をします。あとは、まあ、メモリをね、何枚か取り付けることができるんですけども、まあ、取り付けるまず1枚にして取り付ける場所をね、いくつか変えてみるっていうのもまあ一つで、まあメモリをねこういう接点復活剤などでねちょっときれいにしてやるのも一つやってみるとまあいいですよね。こういう綿棒などにこの復活剤をねちょっとこう染み込ませて、でこれでメモリをこう拭いてやると、まあ、これでね接点がね復活しますのでね、で認識されるということもねあります。まあ、ちょっとこれティッシュなどで拭いてから、まあ、入れればいいんですけども、まあ、このメモリの確認、これ2つ目ですね。で、最後、まあ、これでね、結構成功したっていうのも私あるんですけども、マザーボードの、画面の出力ですね。まあ、HDMI とか DVI、それから VGA などとあるんですけども、VGA。これを、極力使ってください。まあ、やはり最初にね、バイアス出力するのが VGA とか優先になっている場合が結構多いんでね。まあ、VGA がない場合は DVID ということでね。こちらにケーブルを挿してモニターとつなぐと。で、それからまあ、中古のマザーボードの場合は結構出力がね、PCIe になっている場合がありますので、この場合は
グラフィックボードね、こちらを取り付けて、やはりあの VGA ポートにあのから出力してモニターにつなぐと、すると、まあ、BIOS の画面がね出てきたりすることもあります。で、まあ、私の場合はね、最初ずっとこの HDMI のポートでつなげてたんですけども、まあ、VGA につなげたら、あら不思議、画面が出たっていうこともねありました。なので、まあ、最初の接続はやはり VGA を使うっていうのは大切だと思います。で、あとはまあ、諦めないっていうことですね。まあ、CMOS クリアも何度かやったり、まあ、もちろんメモリーもそうですけども、まあ、つけたり外したりやっていくうちに、ふっと画面がね出る時があるんですね。まあ、私の場合は、こんな画面が出たんですけども、まあ、この時にデュアルキーを押して、で無事 BIOS の画面に入れました。で、まあ、BIOS の画面に入ってしまえばね、あとは、BIOS を、まあ、セーブして、で、しまえばね、もう勝ったも同然ということになります。まあ、やっぱり BIOS がね、やっぱおかしくなってる、まあ、CMOS クリアとかね、何度かやるとおかしくなることもあるんで、で、まあ、最近のマザーボードっていうのは、デュアル BIOS ってなってますので、まあ、一個ダメでももう一個の方から、こう、使って、立ち上げるなんてこともね、まあ、やれるものとやれないものがあるんですけども、まあ、何度かやってればって画面が出ることもありますので、まあ、あとは根気と、まあ、動きそうであればですけどもね、CPU のファンは回っていると、だけど画面に何も映らない、まあ、疑うのは VGA に挿してみることがまず一つで、まあ、あとは何度かね根気よく、まあ、電源を入れたり切ったりしているとね、奇跡が起こることもありますのでね、まあ、これは根気で頑張ってくださいということになります。まあ、前回の動画でね、ちょっと言い忘れたというかね、言えなかったことを、まあ、今回ね追加という形でね、ご説明させていただきました。まあ、私もかなりね苦労しましたんでね、まあ、皆さんはこういう苦労がないといいんですけどもね、もしも、まあ、画面が出力されないなんてね、不具合にぶち当たった時にはお試しされてはどうでしょうか。ということで、今回は中古マザーボードで画面が出ない時にやったことということで動画の方を作成させていただきました。それでは皆さん良いパソコンライフを。さようなら。